でも、あの時の演者じゃないなんか、まずかしてるから貼り間違えたな死ぬから生きるかしらこんなところで行く刺身移動が使うのおしゃれじゃないねあとみつけいらっしゃいめちゃめちゃなめめんの盛り上がってるよツイキャス開いたら50人しか行かねえよ完全に失敗したわ完全に乗り遅れたかっこみご飯みたいな帰りましたよこれあ、花火ありがとう。ほら、アイコちゃん本当だわ。言った通りだ。見つけありがとう。花火どんちき。どうだよ。やる？花火大会。今何番？花火来た。はい、どんちき。花火、花火、誰？イカちゃんありがとう花火ありがとう三発目3発目エセアカ一発俺一発あやこちゃん三発大花火いやこんだけの人数様マジ大変だよ乗れてないケビーみんなケビー飲もうねみんな今日は遅れてきたわありがとうございますゲビーゲビーあ、役所切れまくってんだマリナムちゃんグッチなんだよ来てないんだよダメでしょこっち水に切って前払いしてんだあ、それはちょっとあ、ギリギリ15人で予約してちょうど15人15人から予約取れるよねで、増えた分は当日ね、18人から14人になったら出航するけど10名やったみんなでも行った盛り上がってるね楽しいね楽しいねいいドラゴンさんいらっしゃいハイリスク上下降りたんだよ何もないしみんな飲んでねみんなも飲もうねジュースめちゃめちゃ元取るぐらい飲んでくるみんなで祭りだよみんなでみんなの声が影響力パンパンですよどうでもおいしいでしたっけ音 OK 音問題ないあーやるやついいねいいねあれありますねどうぞありがとうございます山本さんお疲れ様ですお疲れ様ですどうぞどうぞ山本さんからいただきましたゲピーみんな飲もうありがとうございますこれもう、氷くんのクーラーボックスが入ってたみんな開けたじゃん日本酒飲む人あいさん日本酒飲む人日本酒飲む人日本酒飲む人こういう人が出し切れよかったよかった大丈夫はーいエサアカ600だったけど、ヨンナさんが忘れられた瞬間、300になったの。これ、これ、あぶれね。すごいよ。メンツ豪華だよ。はい。早くやんのかな。分かった。うまいうまいってのが楽しいよね雰囲気がね。リア充じゃないからこういうのないじゃん同窓会とかもないしなんかいいよねこういうのねチョコありがとうえピーちゃんブロック解除エサかエサか
エサアカのブロック解除？エサアカに頼むの？あ、かやこさんの乾杯じゃなかった。エサアカに頼むの？いやちょっとチョコレートじゃない、チョコレートじゃちょっと申し訳ない。いやチョコレート3今まで何やったかを胸に当てて、じゃあ S 型に花火投げるって決める、今花火投げるって決める。その P ドラゴンさんでしょ、P ドラゴンさんが花火慣れないとここダメだと思うよ。あんな問題起こしたら、いや、出ないと失礼になるから。いや、俺が嫌な思いしてやってんだから。今まで起こしたね、あんな匂い嗅いだのか、わかる。だって、S 型に嫌なことしたからブロックされたわけじゃん。そこは花火投げますよとか確約してくれたら俺も言えるけど、あなたと P ドラゴンさんと S 型の問題でしょ。だったら、ここで花火投げることによって、あ、この人花火師なんだっていうことだから。俺もあの配信者だから気持ちわかるもん、ブロックしてさ。わかる。いや、そうでしょ、そうでしょ。だって俺からするとさ、だって言いづらいもん。だって彼とエセアカの問題じゃん。さすき食べる人、元トップ、高い。でも館船ね、天ぷら、まあ、デザートいや花火でいいよ、花火でいいよ。天ぷらついて飲み、そしたら言いやすいから、いいと思うよ。それいろいろサービスみたいな。天ぷらいただきます。そしたらね、もんじゃ焼きだったら8000円できる。わかる。でももんじゃはメリットないのにブロック解除しても意味ないでしょ。もっと回るね、1000円いくらでそんだけ変わるんだったら。あ、すごいね。あ、パンソンだと、はいはい、あ、ウリバー、ありがとう。女はケチくせえこと言うんじゃねえよ。お疲れっす。前払いすんの俺なんだよ。お疲れ。大変なんだよ。あんま挨拶もいけない。アイドルだよ。アイドルだよ。何だアイドルは。諦めてない。何が面白いって分かんねえけど。分かれたんだよ。いろいろあるな。ブロックしたってことはいろいろあるから。花火上がりまくってるやつやか。花火三発目ありざい。いいな。みんないっぱい入ってるからさ。お願いしますよ。ちょっとずつさん入ってる。これどうしたのよ。アイドルまで。アイドルじゃない。俺アイドルだよ。お前16人。どれだ。終わってみた。終わってみた。終わってみた。中田君か。どうした。ナメ。結構だよ。わ、ここなまで。この灰皿がいらないっていうのがいいね、ブルームテック。揺れは結構激しいね、酔いが回るね。これいいよ、灰皿がいらないっていうのがいいよ。ハリザイス。おすすめですよ、ブルームテック。今日デビューの新やつ。でも良かったかもね。ちょっと溜めれるから。そうね。いきなりここでじゃん。新やつちょっと話したいから。でもこういう感じじゃないんだから。だから後で二次会のハウトだから。そこちょっと楽しみに。全然そうだし、やっちゃったみたい。もう3年ぐらい前から今頃出るには、まあアイドル体験バドさんとは一緒に。違う違う違う、俺は違う。前はそれでさ、吉高にさ、アンダーガーマーで、俺はだからアイドル系じゃなくて、俺はアイドル。こっちはアイドル。現役で。俺は元だ、元だ。ウィードっていうのが。
ウィードはさ、あ、ウィードってガンザのこと？今度ね、あれ吸うかもしんない。BTC だっけ？ありがとう。フォロー、フォローって。後でまた他のテーブルも回る。やろっか。見てて。おー、忘れちゃいけないな。花火ありがとうございます。ね、18年から花火対決。3人で。いいよ、やろうやろう。今3発。なんか勝って歩いてる。これ1発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 。じゃあ18時から。18時から花火対決。俺よく花火止まらないと思うよ。いじってもみんな飛ばさないと思うよ。ギリギリ書いたらもう終わりだと思うけど。18時から花火対決。18時罰ゲームは30分。花火対決罰ゲームなし？あり？罰ゲームは日本酒？じゃあ俺日本酒やったらやばいよ。日本酒一気飲みしてるわ。俺記憶ぶっ飛んでやばくなるよ。日本酒やばいぞ。俺もかなりやばいから。日本酒やばい。最下位の人は最下位の人は ドルさんの待機キックはやばいよ。1分後、みんな花火買っといて。みんな、愛子ちゃんと俺と花火対決。こっから買うんか。もう始まってるから。いただきます。何これ今からのカウント。そう、今からのカウントね。さあ、天ぷら、いただきます。皆さん、キス来ました。揚げたて、キス天、キス天来た。キス天行こう。和道リスナー頼むよ。みんな、始まった。よいスタート。花火お願いします。みんな始まったよ。一発目誰か。一発目、ここ一発目の流れ大事だから。マジかよ。花火ありがとう。アンサー花火ありがとう。一発目。ケビ一発目。ケビみんなケビ。あんちゃんいいね。あんちゃんいいね。30分だよ。あ、同点。3発目ありがとう。ありがとうございます。4発目ありがとう。
カンチリーどこでしょう気をつけ、来た気をつけ何発目これ5発目かなこれ。あ、10発目5発目ありがとう。ファンタスティック5発目5発目5ありがとうございます。10発目今何発今何発みんな何発酔っ払ってるから今何発5発ね今5発今5発6発目違うよ1個カウント引いてね1個引いてね6発目ありがとう。じゃあさっき1発もらったから1個引いて、7発目1引いてね7発目かな7発目ありがとう。来た今何発7発俺7並んだ並んだよあいこちゃんが10あいこちゃん10 7 7 8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 
目八発目じゃビリだよ俺ビリだよビリだよいやいやマコさん負けたくないよ俺いや俺もエサガには負けたくないじゃあここでニコ生の借り返そうニコ生の借り返そうなんでアイコン俺は負けたくないこれ一番低いんだどうあ、もう全然ありません。もうちょっと、もうちょっと。頑張れ、頑張れ、頑張れ。まだまだ始まったばかりだから、終わって。今、花火対決だから、負けてっから、頼むわ。ファンタスティック頼むわ、ファンタスティック、ここで。それはちょっとやだよ。日本酒飲めない、俺。こいつ、でかいの。まあ、でも、あと20分あるから、まあ、大丈夫。今分かってるから今8発今8発まあまあまあいいよ大丈夫です勝てるアイコさんが10発エサヤカが10今7発10ぐらいじゃん10ぐらいじゃん10、10、8 10、10さっき入れてないいや俺開始から今10発10、10、810、18、和野さんが8点2負け同点がアイコさんお金のためにまあ同じだよね30分前だから毎日5キロ走ってる11負けてんだけど11発目俺が今リード負けられないんだからこのドローがいや愛子さんに負けられないいや負けたくないね和ドリスナーどうなってんの和ドリスナーまだ始まって4分和ドリスちょっと頼むよ新年会だからいるよ新井さんそっからあ花火特命戦花火やりたい花火やりたい12発まさかのありたいありがとうございます今12発目だから2発目だし今のところちょいリーズ2発負けてる2発負けてるアイドルチームアイドルチームリードやべえなあと25分危ないっすから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 いや13発目13発目かねえあのね今日どうしたのアリザーイスなんか分散しちゃったわアリザーイスまた S バー来てますねエセアカが13、アイコさん10、俺8揚げたて、揚げたてエビが来たうわ、エビマジかよ、負けんの揚げたて、揚げたてこれちょっと、これレコードするよキスは天ぷら出してバンバイバン負けんのこれ揚げたてがうまいに決まってんのそうそう、できなんだね酔っ払ってる？まだまだよ。いつはどうも。まだどこでじゃ聞いたのに。うまい。レポートじゃないじゃん。今からレポートしますって。エビ前に決まってんだろ。エビでっか。やば。エビいただきます。サクサクっていうか俺も10分くらいこれ放置してるから。いただきます。もう。ブーブーご飯かカーリアレホー9箱目追いついてきちゃったよあがー9発9発
十八本目。ナイフ。セイカが十三発。私が十発。バドが。来い来い。花火来い来い。ピーマンで。おい、セイカが。ナイス。バド、ナイフで負けていいのか、お前ら。ナイス。ダメだよ、バドな。ダメだよ、バドな。おい、硬いですね。こいつら、こいつら負けていいのか。今日もな。こいつら負けていいのか。今日もだ。お前らの力はそんなものか。今日もだ。ちょっと来い。やめろよ。ちょっと来い。やめろよ。なんでいいよ。お前らどこに来るの。なんでいいの。1引いていいの。1引いていいの。1引いておけ。あんたマイク持ったら別に誰も持ってんの。花火ありざーい。あんたマイク持ったらいい。ありがとうね。ワンツーワンツーありがとうね。やべ、ファンタスティックコネが逆転して。最後の5分でしょ、ワード。今はポールしなかった。いや、わかんねえ。流れわかんねえ。流れがわかんねえ。14発で直接出して。今9発俺。14発、あと23発あるから。最後の最後ガチャガチャやんさい。ガチャガチャ最後の5分大花火これね。もう言いたい方だよ。エセアカが14、アイコちゃん10、俺9。まあ、とりあえず食べよう。15名なんとか集めないビールみたいな。ビールキャンセルビール前払いしてるから。ビール持ってる。14名ビール取ってくるわ。こんばんは。あるよ。ある。ありがとう。ビール飲もう。何人食レポしても一緒じゃん。エビーテンパー、エビーテンパー。だからやっぱ強ぇな。食レポとか言ってうまいしか言ってない。何が全くない。楽しんでるよ。ドレアンチ呼んできて、ドレアンチ。ドレさんが伊勢赤に加担してんだよ。ありえないでしょ。ずるいよね、花火対決なのに、ね、エセアカにビタビタで。ありえねえ、許せねえよ。許せねえよ。破綻だよね、完全にね。ずるいよね。許さねえよ。ちょっと食レポ見せて。どう？そうだそうだ。うまい。許せねえよな。全部一緒じゃねえか。エビのなんか味噌みたいなの。エビの味噌入ってんのは綿抜きしてねえから、それ言ったら営業妨害だからね。味噌って落としやすい。あれね、フンだから、フンだから、手抜きって言って、本来もやんないといけない。はい、花火ありがとう、佐藤ちゃん、10発。アイコちゃん、10発。俺、10発。14発。あと4発だよ。ありがとう、佐藤ちゃん。ナイス。ナイス、ナイス。10発、10発。なら、俺今な、14。同点になっちゃったよ。ナイス。同点になっちゃったよ。表示されてんのから4引くんだよ。表示されてんのから4引くんだよ。さっき4上がってた。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。はい、エスヤカ8。エスヤカ8。じゃあ俺負けてんのよ。エスヤカ8だった。不正行為発覚。不正行為発覚です。何で不正行為？じゃあ、だって、6時から始まってくるんだよ。おぉ、勝ってるぞ、勝ってるぞ。いや、でも、19から。9ぐらいは来てる。90だったら16から14だよね。あ、ワードさん黒光
りしてて見えないから。ウサになっちゃってる。FC さんありがとう。ナンバーワン、ナンバーワンです。聞いてるよ。あざっす。いや、俺今聞いてるよ。さあ、聞いてるよ。エセアカが勝ってる。エセアカ14。私ビリになっちゃったよ。ビリ、アイコさんビリ。11、14。11、14、10。いいよいいよいいよ、12発目アンチャー、12発目、あと2個、あと2個、あと2個で並ぶ。いいよいいよ、ケビーみんな、バドリス最高、いいね、アンチャー13発、いいよいいよ、ケビー愛してるよ、アンチャー、ありがとう、みんなありがとうね、みんなありがとう、持ってるね、アンチャー14発並んじゃうね、並んじゃったよ、これ、アンチャー、ケビー。あれが来た、特別さん15発ナンバーワン、最高、特別さん、いや、ありがとう、15発いいよ、いいよ、上で、あんちゃんここでとどめ、16発あざーす、あざーす、いいよ、いいよ、みんな、KP、うまい酒飲もう、みんなで飲もう、みんなで飲もう、いいね、あんちゃん、10見て、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 何アラビッシュが並びだ、あいつだろ、どうせ。あ、何、なんかクレーム来た、匿名さんに、何、何、何、なんか吠えてる、MC さん、ありがとう、なんか言ってるんで、何、どれさん、何、こっち、ワドさんが、ワドさんが、俺のアンチに決まってるんだろって言う、女アンチに決まってる、俺のアンチに決まってるんだろって、ひどくない、なんか、急に切れ始めたんだけど、何発今ね、5分で、16発ぐらい。いや、16、14、10なんだけど。16かな。じゃあ、ドレさんがなんか怒り始めて、MC さん!MC さん!今何発みんな、今何発、ちなみだから確認してみ、ちなみさんじゃなかったらどうする、ちなみさんじゃなかったらどうする、関係ねえよ、ちなみ関係ねえよってどういうこと、関係ねえって、関係ねえ、何発何発、ありがとう花火、ありがとう、なんでこんな花火撮るの、黙った聞いた、ちなみさん来たらこんなもんじゃないから、また来ます、いやありがとう、クローさんやばい、聞いた、ボディーブローが聞いた、ちなみさん抜きで勝ってるっていうありがとう、クローさん、どうした、サーバーエラーやばいよ、やばいよ、これ今何発だよ、みんな1引いて、花火の数1引いて何発だ、これやばい、これやばい、やばい、27発、はい、勝った、クローさん、ありがとう、29かな、もう止まらないから分かんない、会社からもらっていいですか、ありがとう、はい、わーい、ありがとう、28発目、ありがとう、まさか、ありがとう、28発、28発、ありがとう、おーい、そっそ、来たエース来た、グレイト、ありがとう、今何発、28だから33、そうそう、いいよ、そうそう、ぶっちぎり、閲覧は383、閲覧、エセアカが閲覧勝ってるって言ってるけど、どれ、ありがとう MC さん、エセアカが閲覧勝ってるって言ってるけど、いくつ、エセアカ閲覧勝ってるって言い張ってるけど、エセアカチェックして、わざとこで花火投げたやつも全員的な、うわー、クローさん、グレイト、やっべー、クローさん、KP、飲むぞ、今日は飲むぞ、聞いてる、このおつや、なめんなよ、いや、まだ分かんないよ。みんなごめん、おつや始まったぞ、おつやが始まって、関係ない話か、
聞いてるよ聞いてるよ、いいよ、やったやんなきゃよかったとか、すまんねとか言い始めたよ。くれ企画に39ありがとう。39だってしょ。これいい流れ。飲もう飲もう、勝った勝った、俺の勝ちだ、俺の勝ち。もうやさぐれてっから、やさぐれてっから、もう やる気なくてっから。いいね、いい酒だな、いい酒だな。ケッピーケッピー聞いてるよ聞いてるよ。今何発1引いて1引いて、表示から1引いたら何発、38。1引いたら1引いたら38で、ぶっちぎりだ。あ、いいよいいよ。あ、でもこれあるから。お使おうか。ありがとう、アイテムありがとう、ボンありがとうね、いつも。これ勝ったな、これ勝ったな。いや、まだ分かんない。いや、これ勝った。これ分かった、ダブルスコアだもん。アイコさん、今いくつ10。アイコさん、日本酒一気だ、これ。喋ってねえか。勝利確信だよ。お願いします。ちょっと待ってよ、待ってよ、おしっこ行きたい。まだ29歳でしょ。トイレあんのかな。まだ29歳でしょ。ちょっと待ってね、みんな鼻かついてる。あ、鼻かついてる。 MC さんもたくさんありがとうね、みんな。みんな笑いアイテムありがとうね。ありがとう。どれさん隣に呼べ。いや、もうエセヤカにビタビタだもん。エセヤカにビタビタ。いやー、ありがとうございます、皆さん。新年、ちょっと遅れましたが、改めて明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ステゴロー頑張ります。ヘビ。王者の風格だ。イカ来た。イカ来た。ゲソゲソ。ゲソ来た。ダメじゃない。いいでお願いしますよ。お願い。ちょっとマジでおしっこ漏れるから。お願いします。ゲソ来たよ、ゲソ。花火ありがとう、徳明さん。39発目。ありがとうございます。39発目ありがとうございます。39発目だってね。40発目ありがとうございます。日本酒一気させよう。和道さんにボロ負けだよ。日本酒一気させよう。ありがとう。いやー、嬉しいわ。めっちゃ調子いいわ。嬉しいわ。うまいわ、酒が。ありがとう、花火41発目ありがとう。いや、こういうことだよな。ピンチの時に助けてくれんだよな。ピンチの時に助けてくれんだよな。いや、俺は配信機材こだわってるから。配信機材こだわってるよ。みんな撮ろうかな。みんなこと撮っていい？行くよ。みんな撮ろう。記念撮影しよう。みんなを撮ってたもん。みんなを一眼レフで撮ってた。俺気分いいから。おい、花火ありがとう。 MC さん42発目ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。アイクも花火何発もう喋らなくなっちゃった。もうやる気なくなっちゃってよれてるから花火お願いします。一応引いた数ですね。ねえ、超嬉しいね。何個？40 1引いたら42。でもファンタスティック3個ではない。これ今何発？わー、大丈夫ですか？おい、これ今何発？お前らはどこかに言えぞ。おもう試合放棄だ。42、あざーす、あざーす、あ
いや、めっちゃ嬉しいわ。日本酒飲まなきゃいけないな。めっちゃ嬉しいわ。いや、今日だけ、今日だけ。俺、普段飲まないから。あいこさんにも負けるって。普段飲まないから。え、何物？おつやだよ、おつや。でもそれおつやになっちゃって。いや、10、10。全然止まっちゃって、最初の日だもん。お願いします。え？何を？届けますね、ちょっと。負けたら日本酒飲んでますわ。お願いします。あ、じゃあ、こっちおいで。こっちおいで、こっち。あ、44分なんですよ、ワードさん44ちょっと方がいいっしょ。ワードさん44お願いしますよ。ワードさん44お願いしますね。ワードね、実物の方が綺麗だね。ワードさんミラクル予算と持ってたの。あ、そうです。あ、そうなんだ。SKB 今、いや、俺が5発引いたから5発引いたかと教えて。俺は5引くからラインがある。ユータン来たよね。実物の方がね、綺麗。実物の方が可愛らしいよ。でもね、ヨッサンと飲んでからしてもう出来上がってたのよ。顔真っ赤だったよ。メロンメロンだった。大花火のさ、ファンタジーユータン来たよ。あのね、なんか引きで見た方が可愛くない？なんかユータンだよ。ぐわーってうなぎ登りになって閲覧100まで行ったけど、最近閲覧30のユータンだよ。最近あんま面白くねえなっつって、あの再評価されて過疎に落ちたユータンだよ。あれあれ、すぐやらせや、すぐやらせてくれそうでやらせてくれないユータンです。やったでしょ、予算。やってないから。やってるって。やってないって。今日やるじゃん。今日やる。やんない、帰るよ。しこの中で言ったらどれが一番タイムなの？この中で言ったら一番まともそうな。これ言わないといけない流れでしょ。聞きたいよね、聞きたいよね。この中で言ったら男こんだけ完結揃えてんだから。ユータン MC さん、はい、ありがとう。あざまーす、あざまーす。お前の才能を見せるんですか？そうです。聞く、デイリーさん、あざまー。いやー、なんかスナックでチーママで生きってる感じが出てるよね。ど田舎の駅前のスナックで、あのチーママやって生きってる感じが出てる。子供2人いるぞ。子供2人いるぞ、これ。いるでしょ。いないって。子供いるでしょ。子供いないわけないでしょ、この顔で。いるに決まってんだろうな。いないよ。どう考えてもこぶついてるだろ、こんな。いないよ。この顔で子供いないってどういうことだよな。あ、いらっしゃい。16歳の時に、15歳の時に産んだ子供いるんですか？いないから。ないのかよ。まだ違うから。なんでパチンコ屋で働いてて、若い子に手出してる。あと5人しかないから、マルモさん負けちゃうから、お願いしますよ。この3人はいるよね。で、パチンコ屋で働いてて、若いバイトに手出してるよね。すまん。ありがとう、特命さん。花火ありがとう。何発目？花火ありがとう。ほら、言われてんじゃん。アイテム共有するから嫌いな女って。うっせぇよ。あ、お前と国際協会。あ、違うやつだ。なんだよ。パチ屋のコーヒーレディとか言われてんじゃん。ねえ、わかるでしょ。パチ屋で働いてて、若いバイトに手出してる。だからそうでしょ。わかるっしょ、俺が言いたいこと。スナックでさ、新ママやってたりさ。ありがとう、トモスちゃん。私のリスナーさん。私のリスナーなんて関係ないよ。俺のリスナーだよ。ふざけんじゃねえよ。ふざけんじゃねえよ。ユータのフォロワーランキングが出てきた。フォロワーランキング1位なの、この人。そう、ヒコボスちゃん。ヒコボスさん、ありがとうございます。バスエのスナックのババアだよ。バスエのババアだよ。言い過ぎでしょ。バスエのチーム。ワドさん、ひどい。ひどい。やればやるほど次から次へと注意つける。いや、おつやだよ、おつや。安くみんな、おつやだよ。安くみんなとか言い方で、安くみんなとか言ってるよ。これね、一歩前進だよ。安くみんなとか言ってるんだよ。切れ始めたよ、今度リスナーさんに。何かどっちかよ。ええ、酒飲みだ。え、何歳？俺は最後まで前の数字。上で飛行会で10歳って言ってるけど、最後まで前の数字。めちゃくちゃね。誰かじゃないの。KB ありがとう。
分、ケビー、ね、あと4分、あと4分、お願いします。さとこちゃん、ありがとう。いや、これ勝ち方でしょ。あと何分、あと何分、あと何分だ。これ勝ち方でしょ。みんな勝負してるんですか。割れてるよ、ほら33点割れてる。え、あ、ほらと牛のリスナーダメって、牛のリスナーダメだよ。お前食べじゃねえか、この野郎。お前ババア、この野郎ババアな。雑談だって書いていいよ。雑談ほらババアだろ、言った通りだろ。俺の花火46発ありがとう。ホテル行こう、お願いします。ホテル行こう。あなたの前でやりなさいよ。キャスバン向かいの、あざーす。これはお前らしいです。あと3分、あと3分、はい、あ、花火来た。花火ありがとう、ブースさん。花火ありがとう。いいね、これ勝ち方でしょ、3分。え、もう勝ちじゃない。なんて顔してるの。何、もう一回、ちょっと3分前、何8だと思うよ、マドンさん。最下位は日本新地。10発しか来たね。もう40分か、この顔で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 、敗者の顔で、敗北者の顔で、皆さん見てください、敗北者。さっきまで生きてた2人。負けない、負けない。ザマー、ザマーだよ、ザマー、ザマーだよ、ザマー。ありがとうね、みんな。いや、こういう時に愛情感じるよ、こういう時に。ありがとう。びっくりした。こういう時に愛情感じる。今46発。やったー、ありがとう、嬉しいよ。関係ねえ。リンスケありがとう。お前の力は関係ない。ドカソが消えろ、このやつ。ドカソがポットでか6年やってんだよ、こっちは。私半年だよ、しょうがなくない。ありがとう、47発ありがとう。今聞こえてる？大丈夫？え、47発。嘘。47。うわ、嬉しい。みんなありがとう。最初の5分だけだよ。いや、15分以上入ってる。いや、10分だよ。最下位は回避だ、とりあえず。あんちゃん、俺はアドンさんに負けたから1分前です。1分前です、お願いします。俺はもう分からない。ワドンに負けてやんの。ヒロさん、ヒロさん、ありがとう。アンクル花火ありがとう。ヒロさん7発でいい。ユータン可愛いね、ジェンツブツ。ありがとう、ボン。花火ありがとう。ナイス、ボン、ナイス。じゃあ、ルーカンね、いいね。ルーカンいいね。ありがとう、アンちゃん、花火ありがとう。すごい。ありがとう、50発。割らない、割らない、花火大会。割らない、総取りだよ、総取り。ナイス。MC さん、止まらない。MC さん、止まらない。MC さん、ナイス。ありがとう。1分前、お願いします。ありがとう、アンちゃん。花火ありがとう。とどめさしてる。ユータンいるよ、ユータン来て。ユータンのリスさん、ノータンさん。あ、ノータン、ありがとう、アンちゃん。ユータンいるって言ってるよ。ノータン違う。ノータン違う、ユータンいる。ノータン違う、違う、とどめさんだ。ありがとうございます。ありがとう、アンちゃん。どうしたの、アンちゃん。KP、ノータンだ、ノータンか。え、ノータンだ、ノータンか。これ違うよ、あれだよ、花火師の名前覚えてるからね。これ花火師の名前頭にチェックしてるからね。うるさいよ。そうでしょ、そうでしょ、本当はそうでしょ、本当はそうでしょ。あとで DM 来るよ。終了。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、あざーす。ありがとう、クレヨンしんちゃん、花火ありがとう。じゃあ歯医者の面を見ましょう。あとビリは54発ありがとう。それはつまんないわよ。速攻退席する、速攻退席する男。速攻退席しやがった。仕事は終わって逃げた。SF か一人に。いや最低だ。うわ金馬さんの横座りやがった。うわ終わった瞬間金馬さんの横座った。うわ最低。うわ見て、SF か一人ぼっちになった。
ちょっと待って、エスアカ一人ぼっちになって見て。ノータごめん、ノータごめんね。見て。ノータごめん。あれ、あの男見て。ひどくない？うわ。俺関係ねえからみたいな。俺関係ねえからみたいな。ノータだちょっと名前変えてるじゃん、ちょっと。嘘、ノータ変えてんの？ノータ？ノータごめんね。留守だな、夜と。ノータごめん。ノータちょっと名前変えたしごめんね。聞いた方がいいよ、ブスだよ。ブスじゃないから。聞いた方がいいよ。きついよ。きついって。普段この辺でしょ？え、これもっと遠い。すごい遠い。ブスだ。なんで酔っ払ってもないのに寝るんですか？だからきついよ。ハンザさんか。実物の方が綺麗だね。じゃあ、あいこちゃん日本酒いきますか。あいこさん、日本酒行きましょう。あいこさん、罰ゲーム、花火大会負けたんで、はい、日本酒一気です。もう俺はもう配信、あとはもう配信。ねえ、ゆうたん可愛いね。実物の方が可愛い、全然。全然実物の方が可愛いよ。いや、ありがとうございます、みんな。じゃあ最後にね、みんな、警備、新年明けましておめでとう。今年も生き残るように頑張ります。ありがとうね、みんな。花火くれた人も、見てくれてる人もありがとう。今年頑張るよ。いい年にしようね、みんなで。ケビー、ケビー、ありがとうね。今年も生き残ったよ。去年も生き残ったみんなのおかげで。ケビー、ケビー、ケビー、みんなケビー。飲もうね、みんな。ありがとうね。人の女性だから興奮するか。人の女性だから興奮するんだって。ありがとう。AV 見たことないんだよ。俺はもう配信犬だ。AV を見たことないの。飲むぞ。人の女性だ。飲もう。飲みます。あれ、飛ばしよう。危ない。飛ばしよう。ビール開けますよ。飛ばしよう。みんなで行きましょう。ビールどこだ、ビール。おい、どうやった配信会を俺気持ち悪いんだよ。ビール飲ませよ。山本さんね。山本さん、ビールってどこ？ビールあっちから取ってみましょう。不穏な空気。俺この空気大好き。この空気大好き。喧嘩ふっかけられて喧嘩に勝っちゃったっていう。ああいいね。これ仲悪くなるね。友達いなくなるね。友達いなくなるやつ。ヒカル君は来なかった。ヒカル君来なかった。新役所が発狂してるらしいよ。知らなかったらにわかすぎますよ。いいよ。楽しいね、ケビー。いや、ドルさんね、さっきやってたけどね、ドルさんかなり詳しい、面白かったよ。俺、ダメ、ドルさんぐぬぬってなっちゃうから。ドルさんじゃない、キューちゃんがこの前ぐぬぬってなったからさ、発狂さ、今酔っ払ってるから何でも言っちゃうからダメ。いいね、ありがとう、いいね、ありがとう。もう一杯行きましょう。誰迷惑配信って誰がやってんの？誰がやってんの？注意してやるよ俺が。ズバッと。これいいよ。みんなプルームテック知ってる？俺ベープも嫌いだし、ベープじゃなくてあのなんだっけ、あアイコスとか大嫌いだったんだけど、これマジでいいよ。プルームテック今日買っちゃったよ。これ最高。プルームテック一回試してみる。これはマジでいい。これはああ了解了解。
これ匂いもないし、知ったことある。あ、知ってる。これいいよね。でも私はこれ、ね、違うけど電子タバコ。え、一緒ショップ。え、違うのね。あ、本当だ。え、これなんで。知らない。おしゃれ。これはフレーバーがいっぱいあって、俺リンゴ味、リンゴと梨とブルーベリーとメンソールと普通のがあって、で、レモンティーとピーチ&なんとかとかいっぱいある。これ超いいよね、みんな。プルームテック、いや、プラスも吸ってきたけど、プラスより俺はこっちの方が好きだった。プラス吸ってきたの、あの近所にあのプルームショップがあったから。罰ゲームは愛子ちゃんが焼酎、あの日本酒一気だった。これメンソールだよ、メンソール。メンソールでリンゴ味。普段は何吸ってたの？これね、アメスティンアメリカスピン。これ吸ってたけど、こっち。これいい、これ。ブルームテック、ブルームテック。マジで臭くないから、煙も出ないし。全く匂いない、全く匂いない、全くない。さっきどんなさんタバコ吸わないんだけど、全く匂いしないっていうさ、マジでびっくりする。あと、あの焼き芋みたいな匂いするじゃん、アイコスとか。全くない、焼き芋の匂い全くない。今から天ぷらと一緒にと鍋と鍋と鍋もうすごいよ、吸ってる感覚もあんの、ちゃんと。で、さっきリスナーさん書いたプラスの方だとさらに強い。楽しいね。あ、ランさん、どうもどうも、楽しんでますよ。で、それはやっぱりその人のところに行ってコメント書いてもらいたいですね。やっぱね、これは自主的にやるもんだと思う。おー、そうめんだ。俺はグローとか嫌いだったの、アイコスとか。いや、焼き芋みたいな匂いが余計臭くて余計苦手だったのね。全然全然ない、出ないでしょ。で、吸ってる感覚ある。で、赤くなったらこれ交換してください。あれ、赤は何だっけ、充電だっけ。赤なんだっけ、赤なんだっけ、赤なんだったっけ。あれ、赤って充電しろだっけ。仕事はね、あれなんだったっけ。今日朝からさ、赤なんだっけ、赤終わり、充電しろだっけ。充電か、ダメだな、これ使えねえな、もう終わっちゃったよ。赤は充電だったよ。で、ケースも買った。こんな感じ。まあまあ、嫌われたこれな、これな、これイカの天ぷら。殺してるじゃん、思ってないとかじゃん。殺してんじゃん。あ、作った。ナミ君のかっこいいに嫌われた。全然、はい、もう汁ない。これ専用のやつだ。そんなのありますか、あれが。専用のやつ。なんかね、ブルームテックの公式。いろんなの出てるよ。充電する USB ケースと、これが充電 USB ケース。いや、90分でフル充電で、これがタバコ。これで全部で8000円。
ブルームショップ、これが800円で、このクリップが1500円で、これが3000円。いや、3000円で始められるけど、これ一時タバコもいっぱい買った、8000円で買った。こんな感じだから、スターターキットは3000円で買える。ショップはね、西新宿とかいっぱいあるよ。ブルームショップで検索、ブルームショップで、ブルームショップで吸える、ブルームショップで吸える。来ました。コンビニはセブンイレブンとローソン、こう言ってんってわけでもないけど、君が覚えてるってことは、アイコさん、セブンイレブンとローソン、全然ある。自分で試してみるといい。タバコ吸わない人も吸える。一人で1万800円飲み放題。料理こんだけ出てる。散々言ってんだ。あんなしっちゃかめちゃうの、大変でしたよ。いや、これね、まあ、いや、もう飲みまくってる。あれ、おいしい。ジュースなの。ね、屋形船っぽさを体感しようぜ。それ、愛子さん来ない。外出てみようぜ。もうすげえすげえ。見える？雪が積もってるよ。こんな感じ。うわ、すげえ揺れてる揺れてる。ほら。すごくない？こんな感じ。まあ、ぶっちゃけの話、揺れる部屋って感じだね。なんか外で飲んでる感じはしない。東京湾じゃん。スカイツリーだから、これ何川って言うんだろう。何川って言うんだろうな。うん。でも、窓閉め切ってるし、ぶっちゃけて揺れてる個室って感じだね。いや、最初は走るんだけど、もう酔っ払ってっから止まってんでしょ。関係ねえよ、つって。だから揺れる部屋で飲み放題。まあ、雰囲気いいよ。貸し切り感があって。一人、1万、ありがとう、花火ありがとう。なんか1万800円で、まあ気分ものさ、そうそうそう、いや、よくわかんないね、部屋の、もうこんな感じだから、わか揺れる個室って感じで、もう、まあまあ、なんつーの、わかる、なんか、揺れる部屋で、なんかもう、窓もこんな感じで、だから別、なんか、雰囲気だよね、雰囲気。雰囲気もんだよ、雰囲気も。誘ったでしょ、関さん。雰囲気もんだよ。2時間半かな、2時間かな。まあまあいいじゃん、人生1回ぐらいさ、何事も経験だから。おはようございます。スタンプで今止まってるもん。今止まってる。もう、もう最初だけだよ。最初だけだよ。いや、酔わない。そんな大丈夫、酒飲んでるから感覚はない。そんな山田さん、山田さん、意外と、意外と安定してる。意外とエンジンはなんか振動してあるけど、意外と穴見とかするんだ。そんな揺れてない。意外といける。マイナポイント揺れとか、で、これは、このタレは意外と揺れない。意外とリンゴの手に。すいませんね、伊沢さんもの中で。はい。舞茸なかった。すいません。
ピーマンとナスと、ピーマンとナスと、芋とエビとイカ。確かに、あんまりなしても、鍋と鮭の鍋とあとじゃがいもとそうめんと刺身とまあ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 雰囲気だよ雰囲気が分かんないけど雰囲気だよ雰囲気だよ僕もずっと見てさっきはね今の配信はあの子が使えんだよメンバーが入ってたよ影の人が一番充電したいよあのそんなん言うて監督の東京だからこれは証明したから1分くらいしかいないしなんで逃げんだよいやでもこういうシチュエーションもなかなか生まれない。ちなみに、これは雪見酒、ね、屋形船、ね、天ぷら刺身、鍋、こんな揃ってるの存在ないでしょ。すれ違うのもなんかいいっすよね。やばって向こうから写真持ってためちゃめちゃ塗ってる。私、写真もやらないんだもん。写真もやらないんだもん。え、なに、エフヤガさん、刺身好きなんですか。あ、刺身好きです。あ、どうや、めっちゃ余ってる。なんかね、船に乗るまでの間に喋りしてほしかったけど、まあ、気持ちで、気持ちで、気持ちで向こうが俺が相談してるみたいな。ダメだな、言うよ。もしくは、要は二次会は荒れるんだよ。刺身食べる。ダサいの、好きな仕事。そんなに意味が残ってない。ドレさんがなんか人の彼女を肩抱いてるけど大丈夫あれ人の彼女を肩こんなんやってたけどありえなくないドレさんなんかすごいなんか女に手出しまくってるけどへえ喧嘩になったりするんだへえそれもいいねなんかね中に中寄りのあいつらあ中寄りのあいつらまあ寂しいまあいいですね行きますねどうぞどうぞやっぱ最近ビールの味いややっぱねやったじゃんはい、これ、おっぱい回したら、本当だと思ったんだけど、逆だとね、飲んでるわけですから、元このぐらいの勢いで飲んでいただいて、あれだろう、まあ、倍ぐらい動かしてるからね、みんな二次会があるから、抑えてもらって、確かに、このぐらいからの、俺ビール注がない？楽しいね。ありがとうみんな。ただこのゲーム。ヒカルさんはね今日で来れなかった。ヒカルさんなんで来ない？ヒカルさんの酒もあるな。まあご家庭の事情もいろいろあるんだよ。アイコさんの中でいない。あ、そうだった。でもヒカルさんが来るんだったらアイコさん。あの僕9割分だから。NG。すごいですね。一人はね、NG はいろいろあるわけですよ。こんだけの人数ありますって言ったら、24人集めてこっちでもらう。ありがとうございます。じゃあ、そこで答え合わせしようね。昨日今日始めた配信者ばっかじゃないですか。山田さん、キャスバーの中のオーナーすごいですね。キャスバー関係者従業員。従業員じゃん。店を作った。インチキさんめっちゃだってインチキさんの会社でなんか呼ばれてちょっと出たってことはやってますよね。ほんまにほんまに逃げてほんまにカナダっていう存在は重要な紹介しますね。あの件ってどうだったんですか。いろいろあったバットもそうだなけどさバタのセブレだからだからねお金出してる出資者いるめっちゃ怒ってきましたこれで
俺が詰めるものお前何もするの勝手にすればいいんじゃん知らないよって言うことなんかよおいおめえが来ねえからこんなことになってんのわけもわかんない巻き込まれたのやげんなよ巻き込まれてますねなんでこっちの面にすんのよじじいっつってねまだあるっすよリスナーでもね誰も知らないし一人や二人じゃないの？注文いつまでもあんなところかかってられるから。聞くぞべて。ヤマさん、注意が。ちゃんな。半沢直樹。よく言われます。あーちゃん、うっちゃん、半沢直樹。インスタラ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 ンスのスーツのイメージが。どうですね、まあよく言われますね。あなたはおもちゃなの？ぶっ叩くけど、アンチコメゼロだから。優しい。風船ありがとう。おー、到着した、ツーツーリー。もうドレさんと一緒にいたら月収200万いけるね、これ。ドレさんと毎日コラボしたい。どこの枠が一番盛り上がってんの、この中で。どこの枠が一番閲覧多いの。金梅さん、金梅さんの 真裏にいるから反対側見る視点でこっち集まってんだろうね、多分ね。画角の窓お似合い。そんな俺はさあってな、店だったら横だな。アイコちゃんの恋が実る。アイコちゃん綺麗だよ。違うって俺が似てんじゃなくて、宮城くんが俺に似てんだもん。そこはっきりさせたいから。あっちが寄せてきてんの。あっちが嬉しいのだろ。
全然似てないよね。俺らはかっこいい。化粧入れてるじゃん。こっちもいけるしさ。すげえな、閲覧2500。今飲んだからね。飲むと飲む。夫婦みたいって言われて夫婦みたい。いやでも似合うよね。俺ね前から言ってんのよ、あゆこちゃんとドレさんは普通に年齢的にもさ容姿的にもいいじゃん、二人とも気違いなんだから。全然もうあれちょ何やってんの、まだカメラこれ力が出なかった。いいよね、夫婦みたいよ。チューだよ、チュー。チューしろ。しないのかよ。分かってねえな。チューしろ。アイコちゃんが照れてる。ドレさんが照れてる。なんなんだよ、やらねえのかよ。やらねえのかよ。なんで二人とも照れてんだよ。なんなんだよ。なんで二人とも照れてんだよ。なんで照れてんだよ、こいつら気が…なんなんだよ、足立みずるかよ、お前。タッチの世界だよ、こんなもん。なんで二人とも顔真っ赤。来た。やだな、来たからよ。やだ、気持ち悪い、ちょっとキスして。来るか照れやかよ、足立みずるかよ。なんなんだよ、やれよ。なんだよ、もう。超いい感じじゃん、もうやだ。あいこちゃん女の顔になってるから、あいこちゃんこっち、あいこちゃんが女の顔になってるから超かわいいじゃん。なんなんだよこのコント。来た、スナックのババア来た、スナック。あ、気持ち悪いやつがいる、気持ち悪いやつがいるよ。あ、狙われてる、かわいそう。俺が狙われてる。あいこちゃん何してんの。いや、いいよ、あいこちゃんと。なんか気づいたな、あいこちゃんのかわいさに気づいた。コーヒーレディー、コーヒー、完全にコーヒーレディー。何なんだよこの回。地獄絵図ってこういうこと言うんだよ。地獄絵図っていうのこういうの。もっと言って。何だこれ。もっと言って。もっと臭いって言って。何だこれ。もっと臭い。やだ、酔っ払い、もっと臭い。嫌いなんだよ、振りが効かねえから。配信者だろ、ひろんなちゃん、はい、俺さあ、もうさあ、彼女と別れてさあ、ちょっと恋愛相談乗ってるひろんなちゃん。私が、うん、今、いや恋愛マスターだから。おい、恋愛ちょっと、あいこちゃんが怖そうな感じする。いや、あいこちゃん怖くないよ。あいこちゃんほら恋愛相談乗ってあげて。あいこちゃん全然優しい。じゃあいこちゃん誤解されてるんだよ、怖くないよね。そう、みんなが煽るから怒るんだ。あいこちゃん、あいこちゃん恋愛相談してほしいみたいな。ちょっともう夫婦みたい、夫婦みたいになってる。命が優秀、カップル成立して、命が優秀、カップル、カップルっていうか夫婦みたいになってる。ちょっとちょっとなんだこれ。何なんだよ。ちょっと怪しいわね。怪しいサボテン、まだ大丈夫だよ。わけが何でもあるよ。お前ふざけんなよ。佐藤とか名前出すなよマジで。でやめろや、ほんと。ほら、ほんとにやめろマジで。佐藤とかどっから情報仕入れてるの、ふざけんなよマジで。やめろ、お前誰だよお前。お前くせえな。あいつ、あ、お前、あいつ、あれ、なめられたんだって。
あいつは俺がいたら来ないから、チキンみたいな。それもチキンだから。結構飲んだわ。飲んだ？ほらもう何飲んだ？飛びが足りねえ。え、何？絡まれた？ちょっともう一杯いく？あいつゆうたんかわいいよね。あゆうちゃんすぐやらせてくれそうだよね。すぐやらせてくれそうじゃない？だから2秒で落とせそうだよね。加藤ミリアに似てるってそれディスだからね。それはディスだからね。だからよっさんと仲良かったの？元々あれ、ラインしてたっけ？狙われてんじゃん。ロックフルされてんじゃん。え、ヨッサンと恋仲に、え、なに？ヨッサンから先生やめよう。先生やめようじゃないじゃん。配信になるからだろ。ダメだ、お前売れたいんだろ。え、なに？ヨッサンからどんなラインが来てんのか教えて。ヨッサンからどんなラインが来てんの？そうなの？おはようとかじゃなくて。おはよう。放送中に電話かけてきたのか。2回目やった。いや、そんなの、おはようって聞きつつ会える。いつ会える？え、いつ会えるって答えた。で、なんかイベントと重なっちゃって会えなくて。何そのビジネスライクな感じ。使えね、使えな、言ったの？やら、いや、簡単にやるそうで全然やらせない女だから、これめんどくせえタイプだから、これ。あ、天木くさんいらっしゃい。めんどくせえやつ。あ、これスーパークリックちゃんのオレンジジュース。あ、スーパークリックさん抱えてんの？めちゃめちゃ、めちゃめちゃいいリスナーさんだ。スーパークリックさん投げるよ、半端ねえよ。スーパークリックさんは多分そうだと思う。マジで？あ、本当だ。すげえな。お前すげえな。特定の、うわ、すげえな。匿名でわかんない。スーパークリックすげえな。あ、ヘンリー捕まった作品系だね。わかるわかる。いや、スーパークリックさんは、スーパークリックさんに認められるとあるの？配信者で裏の話で。やっぱあの人に認められてると、やっぱリスナーさんであの人に投げられてるの強いとか、あの人はあの人固定の花火師だよねみたいなあんのよ。で、スーパークリックさんに認められたら、まあまあ伸びるとかあるよ、正直な。アグリもっとブス。全然ブス。アグリじゃ、さっきも向こうの枠でアグリって言われて。アグリーより全然、あれだよ、あれ。ごめんな、スーパークリックの名前言っちゃって、気づいちゃったからごめん。いいおっぱいしてないと思うよ。悪口言ってたで、悪口言ってないじゃん、アキちゃん。アキちゃんの悪口言ってないじゃん。ごめん、スーパークリックちゃん、ごめんなさい。すいませんでした。どっかで、いつ言っちゃった。すいません、口臭かった。あ、そう、どんな匂いなの？わかんない、なんか、ね、ドブみたいな匂いだ。雑談を出してる。え、何？処女捨てた時はやっぱヤンキーの先輩だったの？違う。三公園のヤンキーの先輩。六公園じゃん。原付乗ってるでしょ、僕ら。うん。シャンバーつけてる。いや、絶対原付乗ってるでしょ。シャンバー、カチュエビ、テールをこうやって斜めにして、シャンバーつけてるでしょ。違う、俺のイメージ。そうそう、乳首でかいよね、絶対。乳首でかくない、ちっちゃいよ。で、乳首がでかくて、シャンバーの原付乗ってて、パチンコ屋のコーヒーレディで若いバイト漁ってて、子供3人いるよね。で、夜は週4でスナックのチーママやって生きってるタイプだよね。私モテるんだよみたいな。違うでしょ。完全に痛い女だよ、完全に。あ、乳首だよね。そう、タヌキ乗ってる、乳首。なんでタヌキ乗ってる？昔脱いじゃったから。元レディしてね、飽きちゃう。あとだよ、一緒に。そう、すごい前ね。そっちでもみんなでしょ。みんな持ってる、さすがしてるよ。ごめん、スーパークリックさん、ごめん、覚えとけよって言われてた。ごめん。スーパークリックさん、いいリストだよ、本当に。プロリストだよ。この人に認められたら、いい感じだよ。頑張りますよね。ベスパンじゃないよ、あのヤンキーが乗ってるやつだよ。なんだっけ、ヤンキーじゃないって言ってんだ。ホンダのさ、あのテール貸し上げられるやつ。なんだっけあれ、名前出てこねえわ。ヤンキーでしょ、こんなの。ねえ、山田さん、付き合っちゃえばいいや。付き合わないよ、こんな汚いの。俺、愛子ちゃんタイプだもん。
愛子さん可愛いでしょ。愛子さん可愛いでしょ。可愛いと思った人は。そんなバスエのさ、なんか田舎のヤンキーみたいなの誰が付き合うんだよな。絶対 X だぞ。絶対 X だ。絶壁だ、絶壁。絶壁の、絶壁を勝ち上げてる感じするでしょ。ビーンサムネは綺麗なんだけどな。とろけるべきなんだ。興味ある。興味ある。天吉ちゃん、ヤホー。絶壁懐かしいよね。絶壁男子。いや、お前世代だろ、ふざけんなよ。これ33だからね、俺ダメだから。俺とダメだからね、こいつ。絶対33とかさ、ね、違うよ。38ぐらいだよ。ねえ、あいこさん、そうだよね。何言ってんの、ほんと。85年生まれ。いや、だから俺とおためだって。33じゃねえか。おかしいよ、言うたら。ボケつこって、酔っ払って。スーパーケイジ、ごめん。33だよ、この。パンツ見えやし、あきちゃん。どうしようもないよ、ほんと。男に振られて、やけつこでふわっちゃう。今日ね、あいこさんのわけバレちゃった、まず下駄として。あ、そう。じゃあ、43だって。じゃあ、52っていう設定だったんだけど。43って書いてある。いや、33です。いや、これ33だよ、これは。これは33だよ。これごめんね、みんな。怒られてない。怒られてない。怒られてない。囲いさんに怒られてない。スーパークリックさん、いい人だから大丈夫だよ。この人が見る配信、ほんと綺麗な配信ばっかりだから。俺は全然クリックさんはね、いいリスナーだって。変なことやんないし、優しいし。この人いい人。あいこさん53歳じゃん。違うよ、あいこちゃんは俺の元カノと一緒だから。今年48歳だよ、ね。来月40。あ、そうだそうだ、そう、世代的に。でもあいこちゃん綺麗だよ、すごい。ブレイブだって今日バレたんだ、ママかけちゃん。他の相手でバレたよ。うちのリスナー舐めたら舐めた。本当に持ってないもんだって。なんで持ったわけないよ。メビションが置いてきたのわざと。なわけねえだろ。どうしようもねえ。どうしようもねえな。本当だって。あ、うさぎ番長はね、顔はいいんだけどね、あれダメだよ、ドメヘラだから。休みちゃうちゃう、うさぎ番長さん。ね。顔はいいけど、辛いけど、本当ドメヘラ。パンドラちゃんさ、バイメンスだと自爆開いてると思わない？分かった。私開いてないかも。いや、バイメンスはいいじゃん。いや、別に自分は開けなくて。よっさんとバコりゃいいんだよ。よっさんとバコったらな。いや、よっさんとバコりゃいいんで、一発失うものなんかねえんだから。やれよ、今日売れたきゃやれよ、根性なしはなあ。売れたきゃ体張れよな、カソはな。一発やれいんで、減るもんじゃねえし。ほんまなやれいいんだ。片輪のチンコ舐めりゃいいんだ。え、銀杯さんとヨッサンだったらどっちだ。勝手にだ。じゃあヨッサン、ヨッサン行けよ。まあ、配信までやったらダメだよ。腹くくれよ。腹くくれよな。あ、いいじゃん。こ、ベロツーしよう。いや、ダメ。あいこちゃん、おとなしくなんかどうしたんだろう。行くぞ。おっさんでベロツーしよう。はい、行くよ。はい、行こう。あいこちゃん、暴れればいいんだ。お前が今日主役になれんだよ、この人数で。さあ、行くぞ。はい、行こう。行けよ。ほら、気合入れろ。気合入れろ。気合入れろ。いきなり行け。大丈夫。行け。いきなり行けよ。いや、行けよ。いきなり行け。いきなり行け。今だ。ちょっと待って、近いから本当に近いって。チャンスだろ、お前。神がいるんだぞ、カリスマだぞ。
俺の昨日会ったリスナーさん、ヨッサンのことカート・コバーンと同格って言ってたの。いや、言い過ぎる。いや、本当に言ってるから。絶対言うから。いや、マジでマジでマジで。いや、マジでマジで。ヨッサンは、あと3年で死ぬって言って、カート・コバーンだよって言って、俺にとって神だからって言ってたから。カート、行け行け、行け。行ったよ。行った。ドラリピとはですよ。バカだな。お前干されるわ。よっさんそういうの嫌いだから。よっさんそういうの嫌いだから。お前もうこの業界で生きていけねえわ。ああ、干されたわ。干されたわ。バカ、よっさんがおめえみてえの相手にするわけねえだろ、バカ。バカバカ。バカだな。一人の仮想名を潰してやったわ。よっさんはああいうの大っ嫌いだから。ホスト会議と一緒。ピュア系が好きだから。そうっすよね。そうだよ。ミュウツーとチューしてましたよ。え、まさやんってさ、ツイキャスってあんな感じなの？いやいや、あそこまでもない。たまたま。ツイキャスはね、たまたま。え、ベントさん来ないね。その半分だから700円から600円から。いや、さっきツイキャス見たら閲覧2000円。ちょっと俺の中でちょっと稼いでる雑魚だろうと思ってたの。正直ホットでも雑魚だろうと思ったら、はるかに10倍ぐらいで閲覧持ってて、いやでもやべえと。昨日は半分ですよ。マジで1000人よ。はい、じゃあすいません。なんでじゃあ、まあ、昨日ネタあったっていうのはあったんですけど。何やったんですか？お金貸してる子ってその子にあげてたんです。取り立てみたいな感じ。取り立てではないです。あげてたんです。あれしょ、すいません、ルローニケンシンの人に。ああ、そうそうそう。なんか主催者。何主催者？何、ヤマト君からお願いって何？何金梅さんが最後。じゃあすいません、皆さんお電話拝借しまして。はい、1本締めですかね。1本締め。今日は来ていただいてありがとうございます。金梅、新年間に来ていただいてありがとうございます。それでは皆さんお電話拝借、1本締めでヨーシャンデ。それではお電話拝借、ヨーよいしょ。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。じゃあ皆さんお疲れ様でーす。ありがとうございます。三本締めちゃうんかっつって詐欺師集団とかやめてください。ゆうたんはもうよっさんに嫌われたから。よっさんに、あ、すぐやらせる。よっさんはピュアな女の子が好きだから。よっさんはピュアで純朴な女の子が好きなんだよ。コトカのような、あんなバスへのスナックとかパチンコ屋のコーヒーレディーをよっさんみたいなカリスマが相手にするわけねえだろ。わかる、あんなのは吐いて捨てるほどいる女だから。わかる、来年にはいない女だから。来年に消えるポットでだからね。皆さんお疲れ様です。あー、ありがとうございます。めっちゃサービスがある。めっちゃしてください。え、大阪人はどうして撮ったのね。やっぱり誰が、え、言った、またね、売名でしょ。売名でしょ。売名以外ないよ、あいこちゃん。そうだよ、売名だよ。マサヤさんの店行った時は、あいこさん、おこだよ。かわいい、これ。かわいい、窓さん。かわいい、え、なにそれ、かわいい、あいこちゃん。なに想像する。かわいいよ、あいこちゃん。あんなの、枕なの。枕なの、え、帽子にしちゃうの。かわいい、かわいい。どこで売ってんの、それ。これ、今日ね、渋谷で買ったんだ。おしゃれ。え、あいこさん、ゆうたんのこと苦手なの。なんかあった。ユウタに殴られた。みんながディスったりすってる、ディスってるって言ってたから。マジで。ありがとう。説教しようよ。説教しよう、あいこちゃん。私は帰ります。でもディスってないんだ。そうなの。それはやっぱ先輩配信者からビシッと言った方がいいよ。ビシッと。この世界の厳しさを。ニコラバロウ。おーぜ。ビシッと。あいこちゃんおこだよ。じゃあみんな金梅の枠で。いや、可愛いでしょ、愛子ちゃん。愛子ちゃんはふわっちの吉坂由里子だったの。いると思う。じゃあ、シェアチョ MC 帰り俺を送ってくる。多分だけど。吉さん見られた。
初めてだからかわいいよね、あこちゃんね。まあ配信者たるもの1回はあのある意味聖地、ある意味ゴミ箱、はい、キャスバまあ、ある意味聖地みたいなもん、メッカっすね。いや、買い払ったよ、みんな。1万800円だ。1万800円の価値があったかどうか。いや、価値ありますよ。どうかな。ごちそうさまです。ありがとうございます。どうも、気をつけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。酔っ払った。スカイツリー見る記念に、あれがスカイツリーだよ。君たち低所得者が拝めない聖なる遺物、神が作ったとされるあれが現代のバベルの塔、スカイツリーだ。低所得者のみんなよく見ておくんだ。君たち低所得者は一生拝むことはないと思うから見納めだ。通天閣じゃないよ、あれ偽物だから。通天閣、君たち低所得者はこれを拝むことはできないから。船代いくらぐらいなんだろう、分かんないけど。ありがとうね、みんな花火たくさんありがとうね。楽しかった、すげえ、うん、久々にずっと寝てたけどね。疲れてたんすか、うん、え、体調悪いのもあんない。体調悪いんすか。でほらね、いきなりやっぱり行かないとできないんだよ。僕、北見さん北海道のイメージしかないから僕びっくりしたんですけど。もんなかなんすか今。もんなかなの北見さんって。北じゃないの。中見じゃないですか、もう北見じゃないですか。ね、違うね。もんなかの中ですよ。あ、さとみさんといい感じなんですか。たま結構喧嘩してる。喧嘩してるんだ。さとみさんあれですよね、またお綺麗になりましたよね、やつて。ああ。ねえ、びっくりしましたよこの前。多分それ気のせいだ。気のせいなんだ。久々さん結構面白いな。今度絡もう。今度絡もう。あ、いいね、ありがとう。ありがとう。こたび。北見さんといったら札幌とか北海道のイメージあるから、あれ北見さんいると。さとみ、お前ふざけんなよ本当に。お前意外と足細いのが腹立つよね。いい体してるのが本当腹立つよね。よっさんに抱かれるんだよ、よっさんに。しかも配信のネタにされないで抱かれるんだよ、わかる。よっさんは配信のネタにして抱く女は超可愛い女の子だけど、配信外で配信のネタにせず抱く女だから、あれわかる。ただのかきたれだから、あいつのことかきたれって呼んでいいよ。もう配信のネタにもされず、ただ性を消費される存在だから。背中の枠がすごい。ほらほらほら、もうかきたれだよ、かきたれ、かきたれ感が出てるでしょこれ。ネタにされないでホテルでタダ嬢だよ、タダ嬢。よく言った、ほらタダ嬢感が出てるぞ。ほら見て、売名根性、一発一発売名してやろうっていう過疎生主のブスの根性が出てて、でも俺らのキングヨッサンはネタにもしないから、もう売名すらできないでセックスして終わりだ。うるせえよ、よちよちとかやめなさいよ。なんでさ、すごくばっかりってまだ。うるさいよ、うるさいよ、かきたれのくせに。かきたれが来たよ、みんな。かきたれ、ネタにもならないかきたれが来た。かきたれって何よ。ただじょうって呼ばれてるから、お前。うそ、マジで。ただじょうって書いてあるんだ。ただじょうって何、ただじゃないんですか。いや、要は、よっさんは可愛い女の子とセックスしたらネタにするけど、お前は今日抱かれてもネタにもされないで、ただで、ただでやって、ひどくないよ、本当、本当のことだよ、本当のことだよね、かきたれだよ、ただ、あ、本当こと言ってる、ただの穴だよ、ただの穴、こんなんただの穴だよ、は？穴、言ったら2年以上セックスしてないけどね、濡れる穴だから、ただ、いやいや、もう出ますんで、はい、わかりました、そのまでのお待ちでございます、はい、俺は本当のことを言っただけだよな、
ほら、よっさんが孤独にこうやって歩いてるの見てみんな。よっさんがゆっくり階段降りてるの見よう。うわーいいな、ここいいな、これめっちゃ綺麗、水何これ、これ写真撮ったらめちゃめちゃ、オナホールだよ、リアルオナホールだよ。え、証明するんですか、はい、え、そこで、ね、そこで証明するんですか。そうだよ、さっきあっちでしたもんパンクスだなそこで撮るの、いや撮るでしょ、ダメだから。ダメだ、ダメだ、お前書き足りのくせにどけよお前、こんな面白い絵ないだろう。そうだろう、パンクロックだろう。かわいそうでしょ。 かわいそうじゃねえお前、かわいそうだって、お前バカ野郎、あと3年の命なんだぞお前、あと3年で死ぬんだぞお前、やめなさい、お前こんな美味しいのリスナーに見せない、あと3年の命なんだよ、穴のくせに。パンクロックだな、マジでカートコバインでしょ、マジで本当配信会のカートコバインだよ、うん、超かっけえわ、勝てねえよ、勝てねえよ本当に、勝てねえ、なんで正面見てんだよ、カートコバイン、カートコバインだよ、もう本当やべえな、本当バンネ犯罪法、本当にどうしようもねえな、マジで。そうで夜景が綺麗、ギャップがすごいよ、ほらギャップがすごいよ、1人1000円ぐらいか、ギャップが見て、このライトからの照り返しからのスカイツリーで、これ晴れてたらやばいよ、見てこの水面のキラキラ、これやばいでしょ、ロケーション、よちよち歩くところ、分かった、引きの絵で見せるわシルエットがかっこいいシルエットが、シルエットなんで手つない、シルエットがかっこよすぎるんだけど、タッチションからの逆光で、逆光でくっそかっこいいだろこれ、マジでパンクロックでしょ、マジで勝てるわけねえんだって、こんな化け物に、わかる、プライベートでこんな面白いんだよ、こんなの無理だよマジで、勝てるわけねえ、あんな面白いのに、無理だよ、モンスターでしょあんなの、あんなのと勝負したらダメなんだよただただタッチションして、ただ歩くだけでクッソ神回なんだからずるいわあんなもん、腹痛えマジで、すごいね、物が違うねやっぱ、俺らのカートコバーンだからやべ、いや ずるいっつうかね、やっぱね、もう死を背負って生きてるから、この状態で酒をかっくらっていくオーバードーズしていく感じマジでロックでしょ、マジでロックだよ、パンクスだよパンクス、金髪になったよ、ヒゲも大きい、私が無理やり切ったんです、俺から切ったのか、いや予算もあるけど、最初の日は私がゴイゴイ、ひどんなさんは性欲あんの、性欲めっちゃありますよ、マジで、え、ぶっちゃけ予算は言ってるけど、バイなんですか、バイじゃないよ、違いますよね、バイじゃないですよね、予算どういう根拠よ、女も好きで絶対違いますよね、どういう根拠で、全然違うんだけど、今はさ女の子だと思ってたのに、はぁと思って、いや私は普通に男が好きです、昔から、昔からですね、なんかみんなバイとかのんけとか、え、それ目覚めるのは、ゆうたんのこと、ごちゃごちゃさ、うん、悪口言うのやめて、悪口じゃない、事実だよ、ビッチなことばっか、いや、ビッチとは言ってないよ、コーヒーパチンカルバイトでね、パチンカルバイトで若いバイト食ってるだろうね、なんかひどいでしょワドさん、予算気をつけて、売名ですよこれ、売名、売名じゃないから、ハニートラップですから、なんで私こんなのやり捨てて、あのネタにもしないで捨ててくださいよ、こんなの、もう許せねえよ、売名ならね、枠つけるよね、そう、枠つけてないじゃん、だって予算と、許せねえよ、予算と手つないでいいレベルじゃねえよ、バカ野郎、レベル低いんだよ、本当に、でもここ2人手つないでるよ、ほら、いやもうね、こんなのね、あのダメだよ、こんな予算の周りにいる100人の女の1人にしか過ぎないから、予算あっちなの、
もうホテル行くんだ。よっさんホテル。キャスバーでいいんでしょ。キャスバー。落ちてる。タクシー。タクシーで。じゃあじゃあ。タクシー。タクシー。あ、広田さん行くの？行きますよ。あ、車？いやいや、僕ら決めますよ。バリアン行ってください。キャスバー行くんすか？え、だって二次会キャスバーじゃないの？どこだよ。わか、多分キャスバーですね。キャスバー。いや、もうバリアン行っちゃってください、そのまま。違うから。よし、お疲れ様です。よし。バイバイ。バリアンに消えるパターンだから。これでキャスバーで配信やんなかったらバリアンだから。で、ユータンとかもう本当にどうしようもないからネタにもされない、あんな。あんなブス。いろんなさんと両方見てます。画角一緒だわ。寒いね。大丈夫？行くんですか、ユーチューブは。いや、帰るよ、俺。行かないの？行かない。ケマ、いいよ。なんで？もう寝る。問題起きると思うから。絶対起きるでしょ、こんなの。起きないよ。起きないわけないじゃん。ひどんなさんどうすんの？私どうしようかな、うん。みんな行くなら行こうかしら。うん、行ってみたら。せっかくだから。揉めるよ。ミュウツーいいんだもん。ミュウツーと SY いいんだもん。SY、泥酔しますね、SY ね。うん。SY なんか暴れそうね、今日マジで暴れそうだよね、でミュウツーも喧嘩しそうな感じね、え、ミュウツーと SY がやり合うんじゃん多分、仮想同士、ネタねえから、お父さんはね、もう帰るみたいな、まあ帰るでしょ、うん、眠いみたい、あ、寝てない、4時間しか寝てないって、3日間なんかお家帰ってないからもう帰りたい、ユータン、よっさんって消えた、バリアンに行った、バリアンに。あ、そう。楽しいな、そう、片輪のチンコしゃぶりに行った。警察絶対来ると思う。帰ろ帰ろ。解散だよ、俺は。もう解散でいいでしょ、リスナーさん。もう、十分楽しかったでしょ。いや、多分ね、ほとんどはキャスバー行くと思うよ。そう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 。え、ひどんなさん、絡みさ、リスナーさん的にはさ、あんま見ながら行けば、ファンとしては楽しいんじゃないの、なんか、いろんな絡みが見れて。ゾウリさん絡んだことあるんですよね。ゾウリさんって言うんだ、野田さんじゃないんだ。胸キュンでしょ、そこ。鮫島が、鮫島さんいるじゃないですか、ええ、で新宿の警察に言われた一言が、ええ、キャスバーでは必ず殺しが起きるって言われたらしいですよ、警官に。すげえな、ね、警察に言われたっていうのがすげえな。あ、でもゆいがさんも来そうですもんね。あ、ゆいがさん来るなら面白くなるだろうな。揉めそう。揉めるだろうな。絶対揉めそうよ、皆さんね。前回、よっさん。ゆいがさん終わったら来そうだよね。ゆいがさんとね、小田総理と、死に合ってるじゃん。ひどんなだ、え、ひどんなさんってタツナの猫なの？え、私猫ですよ。あ、猫なんだ。どうして？いや、俺も。試します？いや、タチではないんだな。え、何受けなの？いや、いや、わかんない、潜在的には多分猫だと思うの俺。あ、何入れてほしいタイプなの？どちらかといえば。うん、タチさん一緒に行く。なんだ、猫だ、猫猫だからこれダメだ、ニャーニャー言っちゃうから、ね、よかった、分かって、うん、低所得者のリクームさんいらっしゃい、どうしたの発狂して、うん、俺猫、いや俺猫だよ絶対、うん、あ、低所得者のリクームさんいらっしゃい、どうもどうもどうも、お疲れ様です。はい、わたつもう帰るか。あ、まだ9時半なんだ、19時半なんだ、いや謝んなよ、図星疲れて痛いとこ疲れたんでしょ、めんどくせえな、絡んでくんじゃねえよ、暇じゃねえんだよバーカ、寒い、めちゃくちゃ寒いな、いや俺失うもんねえから。低所得者に低所得者って何が悪いんだよバーカ。図星疲れて発狂してるだけだろ。
はい、どうもありがとうございます。姫またね。はい、ありがとうございます。もう一人、もう一人。お疲れ様です。シャローン、シャローン。もう一人入って。日野さん、あ、はい、俺入る、俺入る、はい、入るか。お願いします。すいません、お願いします。あー、和藤さんが。よいしょ。え、これ駅前どこ行くの。はい、これガシャンってならん。どれですか。何がなれへんの。え、いいですか。よいしょ。あ、冷たい、これ。どちらへ。歌舞伎町の、歌舞伎行くの。ゴジラのビルあるじゃないですか。いや、あれは分かんないですよ。縦花ビル2階絶対分かれへんやん。中入らなあかんからな。じゃあ、あの歌舞伎町交番、大久保病院ぐらいで。はい、はい、そっからマー君が道案内してな。でもすぐそこだから大丈夫。んの道案内こそ。あー、手冷たい。お疲れ。だいぶ冷える。こっからどのくらいで着くの。画質悪いなって言われてんで、あのね、広角レンズの問題だとね、モザイクになるんで。何分ぐらいで着くんですか。あ、暗いでね。え、あ、ちょっと入れなきゃ分かんないけどね。あ、うん、そうですね。ええ、これナビしましょうか、もしあれだったら。できるの。そりゃできるよ。でかいぞ、全部。もう靖国通りまっすぐで大丈夫ですか。うん、それで。あ、いけますね。ドンキのとこでいいやん。じゃあ、あの靖国通り の, あの広い通りで、はい、あの中入らなくていいの。ドンキホーテの前で、はい、はい、大通りの方で大丈夫です。わ、はい、かりました。暑い。暑いじゃねえよ、寒い。これとりあえずめっちゃまっすぐで、ええ、あ、かっこいい。何これ。かっこいいやろ、俺の。あの浅草橋先の方右でまっすぐでいいですかね。お任せします。浅草橋を右で、右で帰る。俺は、はい、何これかっこいい。あ、これあれやね、課金したらできんね。へー、金持ちだね。ね、でも年間10万ぐらいで。やば、かっこいい。うん、そうなんだ。熱い言うてもった。もしかして石油を売ってる人なの。いや、違うよ。カタール人になりたいけど。いや、カタール人になりたい。ヤガタ船出たよ。それはもちろん。なんでカタール人になりたいの。え、知らんの。知らん。世界一金持ちな国ってカタール。移動はな、減るよね。今そうだよ、あの、どのサイト検索してもさ。そうなの。イカテンはパーが。2、3は変わるけど。暇さねえんだよ。1位は絶対カタール、どれ検索しても。そうなの。で、カタールっていうのは、寝るわ、俺。医療費無料。手が冷たいよ。で、幼稚園から大学までの学費無料。で、あと何やろ。まあまあ、それだけ聞いたら、じゃあ、あのフランスとかですよ、税金高いやろって思うやろ。うん、ところが違う、税金もないね。これ、駅ってどの辺ですか。どれですか。あの浅草橋。はい、もう、ポスコ、蔵前と大江戸線ですか。そうですね。あ、じゃ蔵前の前で僕降ろしてください。あ、はい、それは分からん。風俗無料だったり。それは分からん。それは多分違う。あ、でも日本人いないんだったらやだ。アラビア語が覚えられへん。まず覚えられる。そうや、そこが問題。で、地下鉄乗るんですか。地下鉄と40分使っちゃいます。で、JR だったらあの浅草橋、はい、あ、大江戸線だから蔵前でいいですね。蔵前でいいですか。大江戸線ですよね、確か。そうだ、あ、まあ蔵前でいいです。いい、はい、うん、こんな貧乏な気分。これ会計に達してください。はい、あ、じゃあ恥ずかしい。ちょっと困るでな、たくさん配信しとく。恥ずかしい。キャスは？キャスバー集合だよ、キャスバー集合。なんて？恥を知れって。なんで俺やん。なんでなん？マサヤンに恥を知れって。恥知ってるもんな。これ恥なんかないもん。わかんない。何の話？ないもん。こんばんは。よく潜ってみていて初コメントしました。ありがとう、コビトさん。なんでこのタイミングでコメントくれたの？いつも潜ってるのになぜこのタイミングでコメントしようと思ったのか。勇気が出た。やばからね、もっとなんか違う理由があった。恥ずかしがり屋だった。まったり喋ってるから今やっていう。蔵前のもしかしたら今なら、今なら暗いからさ、暗いからちょっとひょっくり来れるから。あれあれあれ、電車で帰ります。嘘でしょ。ほんとほんと帰るの。うん、和藤さんともある方が。いや、俺いつも一時会で帰るよ。ああ、でも言われてみるよ、前も。お疲れっす。
いや、お疲れ様です。です、お疲れ様です。ありがとうございました。え、和田さん、これ置いててくれんすか。うん、あ、途中前でごめんね。いやいや、ありがとうございます。はい、すー、どうも。じゃあ、皆さん、良い夜を。お疲れ様です。おやすみなさい。じゃあね。殺してやがまして。